はい、どうも、早稲田メンタルの院長松田祐介です。はい、当事者の亮ハムです。パート2というパート2です。ちょっと寒いんでコート着させてもらってます。はい、はい、ありがとうございます。では、いきなりですけど質問に行きます。はい、質問から入ります。はい、はい、はい、質問から、はい、この前、美容外科医のドクター A、麻生先生とコラボされてましたけど、はいはい、麻生先生の YouTube の中で、飛行機の中でお客さんがチアノーゼになって倒れて、お客様はいませんか？お客様はいませんか？って呼ばれたって話があって、うん、僕面白かったんですけど、増田ドクターはさすがに飛行機でお医者様はいませんか？みたいな現場に遭遇したことはありませんよね。なんかすごいあれです。あれ、これチアノーゼって麻生先生がチアノーゼ患者さんはどこ？なんか、動画では、チアノーゼになったお客さんがいて、確か。で、それで、その、マレーシアだったかな？マレーシアの便で、うん、で、なんか、こう言われたから、あ、はいって言ってあげて行ったんだけど、その、意外とその、できることなんかあんまないみたいな。うん、そう。僕も会いました。ちょっと、半分聞きながら、あれでしたけど。僕もね、一回あるのよ。これもなんか、亮ハムさんに前話したんですけど、なんだっけ、一回ね、海外行った時の帰りか行きの便とかで、あ、帰りの便かな？なんかね、アメリカの帰りの便で、そうそうそう、お医者さんいませんかって言われて、で、僕、ドクターですって話になった時に、その、フィリピンの、その方で、フィリピン出身かなのおじいちゃんみたいな方で、慢性腎不全の人がいて、他にはお医者さんいなかったんですか？そうそうそう。それで、うん、アメリカでもう検査をしてたんですよ。で、クレアチニンがね、6とか7ぐらいまで高くなってて、うんうん、もう腎機能が悪化していて、それで、もうね、飛行機とかの振動とかね、そこら辺もう耐えれなくて気持ち悪くなっちゃったみたいで、それで呼ばれて、でですね、なんか拙い英語でですね、フィリピンの方は英語喋れますけど、この拙い英語で喋って、で、航空会社のですね、に所属している、なんかドクターとですね、電話でちょっと、会話をして、で、飛行機が一回ですね、降りて離陸して、患者さんを降ろして、で、飛び立ったっていうのがありましたね。なんで、聞いていいのかわかんないです。なんでアメリカ行ったんですか？いや、それは、なんていう新婚旅行なんかな、多分。はい、そんな感じでした。どこですか、アメリカの？いや、アメリカのね、聞きたいです。いや、ちょっと行ったことなくて。いや、そうそう、フロリダのね、ディズニーランド、ディズニーワールドってやつがあって、あるんだよ。で、5つぐらいね、ディズニーランドみたいなのがあって。そんなことなんですか？そうそう、東京ディズニーランドは、はい、ディズニーランドと、ディズニーシーじゃない。はい、で、そこは、フロリダは5つぐらいあって。そうそう。が本場。で、僕も英語そんな喋れないし、はい、奥さんもそうそうそう喋れないし、あとあんまり調べたりもするのも大変じゃない。だから、うん、そのディズニーワールド行ったら、まあ、なんていうの、まあ、ちょっとしたバカンスじゃないけれど、5箇所あるから、1日1箇所行っても5日間潰れるし、うんうん、近所にね、UFJ とかもあって行こうと思って行けたんだけど、まあ、なんかホテルでダラダラしたりとか、ちょっと行ったりしたら、終わったね。結構1週間ぐらい潰れたけど、普通に。あ、一週間行ってたんですか？一週間ぐらい行ってた気がする。うん。いいですね。そうだね。海では泳がなかったんですか？海は行かなかったね。海は行かなかった。プールはあったけど、そうだね。てか、むしろディズニーランドしか行ってないんですか？ディズニー、あ、そうそうそう。あ、だから5つあるから、はいはい。その1箇所回るだけで1日潰れちゃうのよ。うんうんうん。そうそう。だからディズニーランドみたいなのが5個あるからさ。すごい、すごいですね。そうそうそう。その中で完結できるから、うんうん、そうしたね。なんかもう分かんないしさ、大変じゃない？はいはい。そう、昔さ、僕インド行ったことがあって。あ、それの話は、はい、そう、その時も大変だったのよ、はい、もう。なんか、交渉したりとか、英語でやったりとかさ、もう慣れてないからさ、旅行も。初旅行でしたっけ、インドが。そうそう、海外初で。初でインド。そう、2回しか行ったことないのよ、海外。それでアメリカ行って終わりだけど。自衛隊時代だったから申請するのも結構大変で、海外行くの。で、行かなくて。で、今もう、自衛隊辞めた後は開業しちゃったし、なんかね、行く暇がなくてね、コロナにもなっちゃったし。うんうん。うん、なんか行けるとしたらどこ行きたいとかありますか？亮ハムさんどこ行きたい？僕ですか。南極ですかね。南極？本当に行きたいの？
なんか、すごいじゃないですか、南極って。すごいの、わかんないけど。北極はちょっと地面ないんで、うん、ちょっと怖いから、ちょっと南極、ちょっと気になりますね。リョーハムさんでも石垣島にいたじゃない。そうですね、僕石垣島ですね。で北海道行ったことあるの？北海道は、なんか修学旅行で。ああ、そういうことか。はい。行きましたね。北海道行けばいいじゃない？冬に。南極まで行かなくても。わかんないけど。いや、なんかやっぱ一面氷っていうのがその非現実的で、なんかいいのかなぁ、ね。まあ、あとは動物が好きで、やっぱり南極の動物って全然、生態系が違うから、なんかそこに惹かれたりとかはしますね。へ、あとはなんか、夜、冬はずっと夜らしいじゃないですか。夏場はずっと昼みたいな。なんかちょっとそういうのも体験したいなとか、あとオーロラとか見たことないかな。僕どこも行きたくないわ。まあ、そうですね、多分、うん。ちょっと、そういう意味では僕多分、ADHD 傾向じゃないけど、探求心は。そう、行きたくないなぁ。アメリカ、はい、仕事でも行きたくないなぁ。仕事って行くかな、アメリカ、ヨーロッパ、台湾、韓国、中国。なんか、さっきのアメリカの話も思うんですけど、うん、ジェットコースターとか観覧車とか乗ったんですか？うん。なんか、いや、観覧車乗ってる増田ドクターちょっと面白いな。いや、そう、若かったからね。まあ、ああ、そうですよね。若いとね。そう、リョーハムさんより若かった、その当時。20代とか。はいはい。ジェットコースターとか面白かったですか？ああ、そうだね。そんな怖いやつとかじゃないけど、ね、楽しかったか、ね。あ、そうなんですね。そんな怖いやつじゃないんです、ね。うん、なんかこう、滝から落ちるやつとかもあって。スプラッシュマウンテン。そう、スプラッシュマウンテン的なやつ。で、なんかガタガタって、動いてる最中も結構ね、機械人形っていうか、そういうのがすごく作り込まれてて、うんうん、結構見てて面白いなぁと思って。どういうのが一番楽しかったですか？その機械人形みたいなやつが一番思い出があるんですか？いや、でもね、なんかすごく丁寧だったよ。なんか、そうそうそう、スタッフの人たちも、従業員の人たちも、英語喋れない人に対してすごく丁寧に対応してくれたりとか、あ、うん、したね。向こうからしたらアジア人って、ね、そう、まあ、中国かまに。わけのわかんないアジア人なんだけど、みたいな。なんか丁寧してくれたね、うんうん。人種差別みたいなのはそこにはなかったね。時々ちょっとね、意地悪な人いたけどね。そうなんですか？まあ、うん、まあ、聞きますね、確かにアメリカはね。うん。でも本当になくて、まあよかったね。うん。そうだね。なんか人種差別ってね、なんか日本、まあ、日本でももしかしたらあるのかもしれないけど、あんまり馴染みないからなんか、こう、信じられないですけどね。まあ、差別される側じゃないからね、日本にいたらね、日本人だから。そうですね、なんか、そうだね。そうですね、なんか。うん。まあ、そうだね。来ないね。来ないねって言って、コラボ待ちなんですよ、今。ハム。あとなんかあったっけ？なんだっけ？いや、普通にディズニーランドの話を、まあ、もういいか。いや、なんか、結局どれが一番楽しかったのかなって。ああ、どこが楽しかったか。そう、どこが楽しくて、何の乗り物が一番楽しかったのかなとかって結構、なんかいや、そんな覚えてないね。全然覚えてないわ。何が楽しいってことはあんまなかったけど。なんか、ああ、こんな感じなんだなとか思ったね。そう。なるほど。うん。それぐらいだね。あんま覚えてないわ、もう。10年以上前だから。でもなんかたった2回の、こう、飛行機なのに、こう、何でしたっけ？あ、お医者さんいませんか？そう、お医者さんいませんかって。結局、どうしたんですか？話飛んであれですけど、こう、倒れた人は。いや、大丈夫でしたって。いや、1回戻って。うん、あ、1回アメリカに戻った。やっと困ってんじゃない？多分、ね、アメリカの医療費が高いから、じゃあ地元に帰ろうかって時なのに、飛行機でね、一回あれだったから、いやー、本当にいいことしたかどうかわかんないね。まあ、向こうの、ね、飛行機会社のドクターの判断なんで、僕は別に数値を伝えただけなんで、そう。患者さんが持ってた診断書を読んで、数値こんぐらいで今こうですっていうことを英語で喋ってただけだから、特に何にもしてないのよね。うん、点滴打ったとか酸素当てたとかそういうこともしなくて、うんうん、酸素ぐらい当てたかもしれないけど何にもしてない、うんうん、だからありがた迷惑だったかもね。
ょっと、うん、ね、切ないよね。現実はね。そうですね。ちょっとだから、そこをさ、無理やりでもさ、あの、3、4時間、あと、3、4時間じゃないか、あと1日12時間ぐらいさ、頑張って耐えてくれたらさ、あの、フィリピンに帰ってさ、うん、あの、母国で治療できたかもしれないね。そうですね。あ、この、誰か来ましたよ。はい、じゃあ、ここで一回終わります。はい。はい、じゃあ、また。はい、また。